アメモプラス。誰と連絡取ってる？音だっけ？マジ？マジかわいい。いいやん。いい感じだ。今。まあな。おい食べんな。え、お前らどうなん？言っとってん。いや、俺も今度ニコちゃんとデート。お俺も再会。いいね。じゃあマジみんな彼女作ろうぜ。あ、そうやな。え、お前今まで何回デートした？3やな。 3？ お前それでまだ告白してんねん。ほんまにお前チキンや。ほちゃうから。いや、お前早く告らな冷められるってそれは。え、ガチでな。やばいって。次いつだろう。次予定合わんくて2週間後。うわー、それちょっと嫌だ。2週間や。でも最悪やって。いや、ほんまはな、今日向こうが予定やったから会う予定やったけど、あのクソ監督がさ、夕方か夜連まで入れたからデート無理なんて。ああ、でも今日行けんじゃん。え、監督こうみたいな。あ、なんか、うん、え、ほんま言ってる、うん、ガチ。やりやりやり。じゃあ、1年あ、はい、今日監督来る？よしよしよし、行ってきます。頑張ってこい。ああ、ほぼ決めてこいよ。ほんまに。いやー、今年の夏は今日急に誘ったのにありがとう。あ、全然全然楽しかった。音羽ちゃんとイルミネーション行けてよかった。うん、めっちゃ綺麗やったね。めっちゃ綺麗かった。なんかちょっと気温の話多いな今日。ちょっと話あるから。本当に美味しいものが多いですから、もう少し時間に。くれぐれも食べ過ぎるように気をつけながら、秋の味覚もね、楽しんでまいりましょうね。そう思って私気持ちよくね、思ってたんだけど。さ、練習大丈夫？モチベやったの？まあ絶対そう思ったよ。まあ一応、まだ練習してる時間帯やな。やばいやん。あ、でも、監督今日夜遅くまで会議やから。あ、そうなの。大丈夫。季節の変わり目、体調に気をつけて暖かくしてお過ごしください。それでは早速参りましょう。毎週金曜日、大西恵子の You Will Meet the Head Coach。 これ音羽ちゃんのこと。すには誰しょだ。野球部の部員が練習サボって女の子に告白してました。今チームええ感じだったので残念です。どうすればいいかアドバイスお願いします。なるほど、これがチームですよね。チームから出しましょう。なる。それではそんな監督さんへ送る歌、解放エクササイズ。今チームええ感じやの。なる。なる。なんでお前みたいなゆるキャラがおる？ん？秋リーグ始まってな、誰もメンバーに立候補せえへんからじゃんけんで負けた奴らをメンバーにして、初戦20点差で負けたところやねんお前。なる。なる。でもリーグやねんからや、残り全勝したらお前全国大会もあるよ。お前見えてくるよ。全然諦めてないよ、全国大会。今日も帰れ。無理やで、普通に。きついきつい。ね、帰るわ。なる。元気なくない？なんか。
振られて振られやったガチかめっちゃおもろいやドンバイ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 がえこういう時は優しく背中さすってあげるもんでしょあいやそんなんいらんねんめっちゃおもろいなそんなんいらんねん告白する瞬間に監督と会ったあったかいお茶入れたってはい翔太さんおはようございます朝ですおはようございますなる行きますか監督どる監督まだ来てないですなるっけ行きそうですかほなちゃんお願いします失礼しますあ、先輩方もう監督が来てるみたいですなるなるだるいなぁえっくいぐらい不機嫌ですなるなる多分初戦大会もありますし昨日の翔太さんの件なるなる何や知らんわ失礼しますめんどくさなんだなあ、先輩たち監督のとこ集合ですなるなるついてるからバスをやるようで上下でかかってますよキモすぎキモすぎキモすぎ5センチオーバーバスを5本入れてこいはいお前は4センチオーバーバスを4本入れてこいはい来い来い来いあ、OKOK 1センチオーバーバスを1本入れてこいはい来いお前長いなこれお前全然あかん8センチオーバーなるバス80本うそだろえいや行ってこいお前も長いのこれえお前も8センチオーバーやな80本なる行ってこいじゃあ駅集合もせ集合もいやどこ測ってんすかじゃあ叱るべきとこ測ってくださいいやここでしょはい、お前ら見てるとね、もう勝てない理由が、もう出ちょる。うん、見た目に。黙れ。そんなもうチャラチャラしたな、髪の毛長いやつに全国大会行けないよ、それ。なるなる。え？うん。この後の今日の自主練期間、自主練時間やな。うん、そこで各々が罰走はしっかりしとけ。なるなる。で、やっぱ全国大会ってのは、やっぱりチャラチャラしててダメ。うん。しっかりお前単発してこい、単発。あだ。うん、がっつりこうさっぱりして挑むそういうもんや全国大会ってねなるなる先生諦めてないようん OK はい帰ろうしょおいお前携帯触んのええって今バリ連絡返ってくんねうん俺も女の子でいい感じになりたいしマジアキレイ具合もだるいってお前あ、どうした？いや、何なんでしょうね、この気持ち。なんか、いや、僕、やっぱり先輩たちと野球がやりたいです。やっぱり、辛いこととか、しんどいこととか、練習してたら確かにあります。だけど、先輩方となら本気で全国目指せるって思っちゃうんですよ先輩たちのプレーは間違いなく僕自身にいやみんなに希望を与えてくれたと思ってますだから僕たちと本気で全国目指します無理やなる何や気分って
お前怪我してたっけ？なんなんだろうな、この気持ち。俺さ、社会人になったら野球やめようと思ってるんだ。だからこのチームは俺にとっての最後のチーム。やれるだけやりきろうって決めた。そんな時に軽めの腱鞘炎、こんなのありかよ。俺はこのチームが好きだなあ。最後にもう一度全国大会を一緒に目指。目田さん、なる勝手にやれ。なんで軽めの腱鞘炎って。そこをね、しっかりと意識しながらやっていきましょう。はい。ねえ、あの先も言ったけども、お前らしっかり単発ね。うん、力あれよ。うん、やっぱ全国目指すんやったら。オッケー、はい。あとね、そうや、ちょっと、大学の方のちょっと方針が変わりまして、今までね、うちのアメプラ大学は、部活動へのこの女子マネージャーの、制度を、導入してなかったんやけども、これがちょっと変わるみたいで、女子マネージャーを、まあ、各部活で、募集することになりました。確かね、2ヶ月後かなから導入みたいな、ちょっと募集かけて、2ヶ月後にはもしかしたら、うちにもマネージャーが来るかもしれません。まあ、これわからんけどな。うん。まあ、ただ2ヶ月言うとあれや、ちょうど秋リーグが終わる頃やろ。うん。もしかしたらお前ら全国導くようなことがあれば、かわいいマネージャーが来てくれるかもしれへんから。ね。オッケー。頑張れよ。はい。よし、練習行こう。かよ！はぁ！一緒に行こうぜ。全国。はい！いよいよ全国大会。相手は昨年日本一になった、うちは日本一位大学。全力でいこう。そして全国へ行こう。思えば今日のためにシャイコの方針として、兼用で女子マネージャーが所属するのを許されているので、だから
兼用、例えばサッカー部のマネージャーと野球部のマネージャーどっちもやるみたいな、そういう子を含めた人数になります。今から発表するの、はい、OK、うん、だからあの他のラグビーもやってるよっていうこともあるやけども、でもそれも含めて野球部に女子マネージャーで協力してくれる子の人数になります。はい、野球部の新マネージャーの応募は、はい、はい、いませんでした。いませんでした。はい、あ、含め、いませんでした。サッカーとか野球部含め、一応兼用許されてるのよ、はい、うちの大学は。で、兼用含めて、あ、含めて、いませんでした。含めるとか言わんねえよ。まあ、一応許されてるから、大学は兼用であるけど、でもまあ、それも入れても、まあ、僕はちょっと、いませんでしたね。ちゃんと募集しました。一応あの、ポスター作ってちゃんと、やったんやけどね。全国大会間近とか書きました。あー、それね、あの、書くスペースなくて。なんて書いたんすか。一応あの、書き込む、めっちゃおもろいやん。ほんまに笑い事ちゃうからすごい。てかさ、てかな、はいはい、マネージャーってまだ来る可能性あるよな。あー、あるんちゃう。で、普通のサポーターに絶対来るよな。あ、まあまあまあ、普通のやったらいやでもこれマジでおもろい。最近でおもろい。あ、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 1年どうしました。お前さ、あの、ポスターさ、手書きでちょっとまともなやつ書いてくれやん。な、もうまともなやつ。マネージャーの募集ですか。あ、手書き。ほんで、もう変えたら大学に貼っといて。オッケーっす、引っ張っときます。うっす。いや、おもろいわ。いや、もう腹痛いも笑いすぎて。な、マジで。笑い事違うって。あ、すいません、お疲れ様です。ナイス。今日、あれ、女子マネージャー2人来るらしいっすよ。ガチ？よしよしよし。うぅ、そうか。はい、そうか、ちゃいますって。やっぱポスターのせいっすよ、あれ。てか、監督、え、部内恋愛ありっすよね。うめぇ、うめぇ、うめぇ、考えといてるわ。頼みますよ、ガジで。うめぇ、考えといてる。あ、お前来ました、来ました、来ました、行ってきます。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとう、来てくれて。ポスター、新しいの見てくれた？あ、そうです。なんかもともと行きたかったんですけど、なんか前のポスター怖くて。ほら、だからやそうっすじゃん。いや、でもめっちゃ笑いました。やる？え、あれもうないんですか？あ、あるよ、見る？え、見ていいですか？うん、それで言うときゃいいよ。え、ありがとうございます。うん、話しかけます。なる。船れや禁止。なる。船れや禁止。なる。いやでもやっぱさ、野球部ってかっこよくない？うん、うん、どういう人がいい？
やっぱ野球部らしく単発の人かな。でも髪長くて野球もできるみたいなかっこよくない？ああ本気出したらすごいみたいな。ああ確かにやっぱ髪長い方がいいか。でもさ、意外とヤンキーみたいなのもよくない？野球部やけどヤンキーみたいな。わかる。それ一番好きかも。でも、ヤンキーで言うとおじさんのヤンキーとかめっちゃかっこいいかも。それ野球部の監督がヤンキーとか惚れてしまうかも。でもそれはキモい。確かに。あ、すいません、マネージャーさん2人とも、はい、仕事内容を教えたいんで来れますか？あ、はい、はい、じゃあちょっとこっちでお邪魔します。はい、よし次さ、はい、ボール出してもらう。あ、はい。ちょっとノック教えてやるから。まずはちょっと難しいけども、ゆっくりできなったらいいから。じゃあ、お手本。まずここ左に行ければ、右に行ければ。はい。やったなしながらやっていきましょう。はい。で、まあ、改めてやけども、今日からね、ひなちゃんとりんかちゃんが、チームに来てくださいました。まあ、ね、マネージャーの仕事をどうやってやっていくかとか、まあ、マネージャーのオフとかもね、いろいろ決めていきたいところではあるんやけど、まず、まあ、自己紹介しようか。はい。それぞれ。で、いいよ。ひなです。実は野球部には前からマネージャーになりたいと思ってました。おお、嬉しいの。はい。選手たちの試合のデータも調べてあります。マジ？はい、ありがとうございます。すげえ。秋リーグは通算打率が3割0分9厘、で通算本塁打が12本、防御率が 2.36 でした。傾向としてはランナーが出ずに終わる回が多かったことと、監督が采配した後は無得点に終わる回が圧倒的に多かったです。反対に監督が采配していない回は圧倒的に点が入りました。あとはソロホームランが目立ったこと、そして監督のサインミスも目立ちました。ああ、うん。まあ、調べたな。まあ、これはな、なんちゅうやろ、その、まあ、一概にも言えないっていうところもあるけどな。なんで、試合中の、試合中のなんか、な、あれがあるから、試合中のあれとかもあるから、あんま一概には言えないんやけども、まあまあ、あえて言葉選ばずに言うやとしたら、そうね、余計なこと言うなよ。バル。そうやで、采配も大変やし、監督がチームをまとめたから全国が決まったんやから。ありがとう。リンカです。私も一人一人の成績を見て、かっこいい異名をつけると盛り上がるし、いいかなと思いました。ほう、そうです。異名。はい。いいね。例えば3年生の翔太くん、はい、バッターもピッチングも投打の活躍が凄まじかったので、これぞ野球界の天才両生類、奇跡のドラゴン。おお、いやいやいや、出す。あと秋リーグは出番がなかったんですけど、日野くんも練習試合ではすごくて、特にスピードと爆発力は凄まじいです。爆発のスピードスター、新速のチーター。おー、いいね。ちょ、お前らちょっと良すぎちゃう。まあまあね。雪村くんは、走行手走。まあまあ、雪村はいいやけど、先生大丈夫。あ、ありますよ。先生も欲しいよ、それ。ある？あります、あります。先生もちょうだい。まず、統率力によるチーム形成のうまさ。さらに視野を広く持ち、グラウンド上まるで軍師のように扱う知的な点。はいはい、はい、あとさっきのリーゼントがキモかった点からキモリーゼント人間。はい、野球関係ない。
率力によるチーム形成のうまさ、はい、そこまで。さらに視野を広く持ち、はい、グラウンド上まるで軍師のように扱う知的な点、うんうん、いいね。いいよ。さっきのリーゼントがキモかった点から、はい、キモリーゼント人間。野球関係ないやなる。いや、いやって野球関係ないやいやおかしい。はい、うん、でもさっきのリーゼント、あ、俺何やったっけ、奇跡のドラゴン。ああ、うん、まあ、そうね。はい、ヒノが、神速のチーター。そうそう、聞いて聞いて。芸術の大鷲。おお、かっこいい。かっこいい。まあでもいいよ。なる。まあまあ、いいよ、練習行こうか。え、監督何やったっけ。まず、統率力によるチーム形成のうまさ。なる、なる。さらに、視野を広く持ち、まるでグラウンド上を軍師のように扱う知的な点、うん、で、さっきのリーゼントがキモかった点から、キモリーゼント人間。ちょ、それおかしいのだから。ほんで、ドラゴン、チーター、大鷲です、ね、キモリーゼント人間。人間って、はい、え、だってドラゴン、チーター、大鷲で人間、はい、異名はキモリーゼント人間。まあでも、まあでも、まあでもおかしい。そういうことか。はい、どういうことや。へえ。まだね、何、それ、まあ、リーゼントに関しては別に先生も冗談でやってただけで、別にそのかっこいいと思ってたわけじゃないから別にいいんやけど、それは気にしないけど、うん、だそだそだそ。で、なんちゅうやろな、マネージャーはやっぱ細かいところ見てかなあか、うん、まあ要は先生のいいところもっと言っていこう、うん、はい、そういうとこ大事だと思うし、うん、それチーム作りかな。怒っているとかじゃないけどね、うん、だから別に怒ってるとかじゃない、うん、だけどそういうやっぱ細かいところ見るのは大事だと思う。うん、リーゼント分かるか？はい、さっきキモリーゼントって言ってすいませんでした。あ、違う違う違う、それ先生怒ってないで、うん、あ、分かる？その先生別にそこを気にしてるわけじゃないから、うん、細かいところを見ていくっていうのはやっぱマネージャーとして大事やから、分かるか？すいませんでした、うん、分かる？はい、キモリーゼントって言ってすいませんでした。どこ言ってない先生は。うん、はい、いや、キモリーゼントって言って本当にすみませんでした。ちょっと君、ちょっとあれ、ちょっと青やね、君ちょっと青やね、うん、ひなちゃん、わかる？はい、キモリーゼントって言ってすみませんでした。言ってないや、ひなちゃん言ってないかって、うん、なんで謝んの。これどないなっちゅうよ、これチーム、これ今チームどないなっちゅうよ、これお前。ええ感じです。ええ感じちゃうよ、お前。どうやねん、お前。はあ、入りたてやから、先生も細かいことはじゃあ目つぶるし、そうやな。うん。ねちねち言うてもな、うん。チームよくならへんから、せっかく来てくれたやから。ごめんな。ああ、仕切り直して、いいチーム作りしていくや。うん。だから、まあ、お前らもね、やっぱ気合入ると思うし、はい、うん、やることやって、マネージャーさんもコツコツな、覚えること覚えてって、でそういう中で、こう、どんだけこう、チームをこう、上げていけるかっていうのが大事。はいはい。あ、いいですか、私から。うん、なんや。さっき、キモリーゼントって言って、すいませんでした。すいません。キモリーゼントって言って、ほんと、すいませんでした。おーい、おいな。すごい子来たね、これ。もうええわ、お前ら。いやろ、来て早々舐めやがって。あ、まあ、マネージャーの仕事はもう雑用全般。うん。で、早速やけども、先生ちょっと家の掃除で、荷物、家の荷物をちょっとグラウンドに置こうと思って持ってきちょるから、車から、お前ら運べ。バルバル。で、マネージャーのオフの件やけども、マネージャーのオフは基本的になしです。なんだって？なんだって？はい、待って、ごめん、手伝ったやつ PBB300 やからね。
こいとけよ。いやー、やっぱ楽しいな、女の子おるから。わかるー。じゃ、てかさ、みんなで遊びに行かへん？行きたい。行きたい。うん、行きたい行きたい。でもオフないって言われた。じゃあじゃあ、ええねん、あんな無視してさ、うん、来週行こうや。よし、最高やん、それ。お前でも来週、全国や。あ、そうです。え？お前らは？いや、野球部、あの、学園長に嫌われてるから、部費支援なくて、応援組は行かへんねん。俺出てる。うん、お前アクリル入れたわ。ガチ？うっせやん。俺は来へんの？うん。俺、全国出んの？うん、出る。おぉ。え？え？今なんて？え、いいの？うん。帰りたい。でも、翔太くん全国行っちゃうの寂しい。全然辞退する。うん。うん、応援してる。ありがとう。でも、あれってほんまなんかな？部内恋愛禁止ってやつ。ああ、あのクソ監督な。でもそんなことないと思う。監督さん、確かに一見めちゃくちゃな人やけど、愛のある人やなって思うよ。監督さんも昔は青春してたやろうし、多分分かってくれると思う。許してくれると思うよ、部内恋愛。青春ね。また監督に怒られたん、ホイスケ。うっせえね。何その言い方、いつもノート写させてもらってるくせに。もう見せへんで。ねえ、ごめんごめん。ホイスケってなんで野球部なん？ん？野球部って恋愛も禁止やし、マネージャーも無理やし、バカ。え、それどういう？なんでもない。あのさ、ん？俺、野球部やめようと思っちゃう。え、なんで？俺さ、お前にベンチで応援してほしいんや。野球ができたら何でもいい。サークルでも愛好会でもいいからさ、一緒に作って一緒にやらへんか。うん。ほんまか。実はもうポスターも作っとんねん。え、見せて見せて。はい、これで。ブレレヤ禁止ね。バルバル。一緒に帰るのも禁止。バルバル。へえ、ったく。バル。えいしょ。帰らんのかよ、お前、リンガちゃんと。お前、
いや、監督が無理言うたじゃないですか。なっさげないの。ルールの一つや二つ破れんと女性が口説けるかいや。ええが、ポスターとルールは破った分だけ新しくいいものになるのよ。何のためのリーゼントや。しょうもないルールにビビってんだ。突っ張らんかい。はい。リカちゃん、リカちゃん、やっぱ一緒に帰ろう。え、いいの？リーゼントやから。いやー、翔太全国行っちゃったな。うん、うん、応援してる。おっ、いやいやん、熱いねあ、試合始まった。おあいつ今頃頑張ってるか、翔太。え、試合は？そんなルール一つ破れんくて何のためのリーゼントや。いやいやいや、監督にぶち切れられるんちゃう。いや、監督も分かってくれてるよ。帰ってきても怒られへんと思う。ほんまか？ほんまや。何のためのリーゼントダサいな。うん、やめとき。うん、10月期日曜劇場下克上球児に出演しております。ぜひ皆さん見てください。タラタラタラ